はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理中部地方丸一をお送りします。で、前回ね近畿地方が終わったので、ここから中部地方をやっていくんですが、いつもはねこう都道府県も特集をやったりするんですけど、ちょっと中部地方に関しては基礎知識をね覚えてほしいのが先に多いので、今回は都道府県なしです。次回からね都道府県に入っていくんですが、まず普通に、まあ、知識として覚えててほしいことを穴埋めで10問やっていきます。なのでね、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番から穴埋めの方やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。では、中部地方なんですけど、位置としては、ここに前回やった近畿地方があります。ここ滋賀県があるからね。それの、まあ、南じゃねえや、お前、東だね。この右側に移ってくる。で、ここが中部地方なんですが、まず、中部地方といっても、その中でまた3つに区分されるんです。つまり、この中部地方を3つに分けるの。で、その呼び方があって、北から、つまり上からね、まずこれ名前を覚えていきましょう。上から、まず1個目が、まあ、北にある陸なんで、これで北陸地方と言います。北陸地方。で、ちょっと1個飛ばします。で、一番上、北が北陸地方で、一番下、南です。で、南が、東の海と書いて、東海地方と言います。北陸地方。これで言うとね、この辺です。北陸地方。で、東海です。南だから下ね。東海地方。で、間のところは、ホニャララ地方ではなくて、ホニャララ高地って言います。高い土地ね。で、これは、中にあるので、中央、それをつけて、中央高地って言います。で、この呼び方ね、すごく出てくるので、これまずしっかり覚えましょう。上から北陸地方。で、一番下が東海地方。で、真ん中が中央高地です。中にね、日本アルプスって前やりましたけど、そのアルプス、山がいっぱいあるんですよ。だから高い土地が多いんで、中をね、中央高地って言いますけど。で、なんでその3つに分けてね、呼ぶかっていうと、まあ、それぞれ特徴があるんだよね。で、中部地方全体で1個の特徴ってよりも、北陸地方はこんな特徴がある。東海地方はこんな特徴がある。で、そんなのをやっていくので、まあ、まず分けていくと。で、まあ、そう呼ばれていて、特に冬の気候、冬ね、に大きな違いがあります。で、まずね、北陸から行きましょう。ちょっとね、同じ答えが多いんで、書きながら行きますが、北陸地方はですね、冬のホニャララ風が吹きます。で、その影響を受けるため、あるものが多いと。で、まず冬の何を受けるかっていうと、これ季節風ね。冬の季節風、その影響を受けるので、とにかく雪が多いです。すごく降ります、雪が。ちょっとごめん、おかしました。だから、北陸、この冬は雪がたくさん降ると。で、次に中央高地飛ばします。東海地方行きますね。で、東海地方は逆にですね、晴れます。すごく天気が良くなる。で、冬は晴れてほにゃららした日が多くなると。で、これは乾燥です。いいかな？まず冬の気候だよ、冬。北陸地方は雪が多い、上は。で、南の東海地方は晴れて乾燥した日が多くなるっていうのを覚えておきましょう。で、ちなみに今回ないですけど、中央高地に関しては、やっぱり、土地が高い、標高がね、標高が高いところなので寒いです、とにかく。まあ、そんな特徴で覚えてもらえればと思います。で、次にちょっと農業に関してまでね、やっていくんですが、で、またね、1番なんで北陸地方から。北陸地方はね、日本を代表する米どころです。とにかく米が取れる。そして米が美味しいです、北陸地方は。で、かつてはね、今はそんなでもないらしいんですけど、かつては秋の早い時期に出荷するホニャララっていうね、ものが有名だったんです。で、それ名前がですね、早いに場所の場に米です。早場米と言います、これで。早場米。ちょっと読み方あったっけな、ちょっと待ってね。あったっけな、早場米。それ早場米です。ごめんね。っていうのは有名だった。で、でも今はね、すごい品種改良だね、をしていて、まあ美味しい米を作っていこうっていう方に力を注いでいます。
まあ、本当美味しいからね、米ね。で、一方、今のがね、北陸。で、一方、次は中央高地行きましょう。中央高地は、盆地と高冷地です。まあ、盆地はこう、普通の土地。で、高冷地は高くて冷たい土地なんで、高い、標高高いところです。分けてください。盆地と高冷地。で、盆地の方では、ホニャララ栽培。これ何栽培かっていうと、果樹栽培です。つまり果物ね。果樹栽培がとても盛ん。で、逆に高冷地、高いね、標高の高いとこでは、野菜のホニャララ栽培が行われてます。で、これ何栽培かっていうと、抑制栽培です。抑制栽培が盛んであります。盛んでありますとかしいね。盛んだね。で、ちなみに、このね、高冷地で取ってる野菜の抑制栽培、ここで取れる野菜のことを、これちょっとね、予備知識で覚えてください。高原で取れる野菜なんで、高原野菜って言います。いいかな、高原、入ってるよね、だいぶね、高原野菜。これも覚えておきましょう。で、最後、東海だね。東海地方では、野菜とか花のほにゃらら農業が行われてます。で、これ何農業かっていうと、ちょっと待って、ちょっと長いんだ。施設園芸農業です。施設園芸農業ね。で、これが盛んに行われています。で、もちろんこの県ではこういうものが有名、まあ、この都道府県ではこういうものが有名っていうのがあるんですが、まず北陸、中央高地、東海とざっくり3つに分けて、それぞれの気候の特徴とか、あとまあね、盛んな農業だね、その辺を覚えておいてください。まあ、それがまずスタートになると思います。では、今回は社会の地理、中部地方丸1をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回から都道府県を一個ずつね、取り上げていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。